はい、久保翔さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、レモンサワーをレビューしていきたいと思います。なんか結構あるあるな。あるあるですね。ただ今日は家飲みで今我々ができる最高のコンディション、ベストな状態でレモンサワーを飲んで、各、コカ・コーラ社、キリン、サントリー、札幌を1本ずつ飲んで格付けをしていきたいなっていうふうに思います。ベストコンディション、もうただそれをプシュッて開けて飲むだけじゃないですか。いや、違うんですよ。普段あのウイスキーで氷柱、あの氷1本の氷の柱で飲んでるじゃないですか。あ、結構ね、手間かけて結構お金もかかってるやつ、あれで飲んでどれが一番うまいか。贅沢ですね。贅沢ですよ、本当に。なんちゅう企画を考えたのっていうふうに思うんですけど、まあでもさ、なんだかんだやっぱ居酒屋飲むとなんかビール行ってビール2杯ぐらい飲んで、まあハイボールかレモンサワーかみたいになるじゃないですか。まあこの3択ですね、今もう世の中はね。なので、まあそれをね、まああくまで私たちは家飲みをテーマに頑張ってるので、どれが一番うまいんだろう、まああくまで僕の主観なんですけど。あ、だからまずどれがうまいのかの格付け、かつあれですね、家で飲む上で一番いい、この状態で一番いい飲み方をしてみようということになります。わかりました。ではまず最初は、じゃあまずはコカ・コーラ社が出しているこだわりレモンサワー、レモンドをやっていきたいと思います。氷柱っすね。そうですね、もうこの贅沢な贅沢だな、本当に金がかかってレモンサワーだ。うまい。まあもう僕はもう飲み慣れてるので、このこだわりレモンドに関してはで、やっぱ甘め、多分だいぶ糖分が入ってんじゃないかなと思う。どこも書いてないか。そう、なんかレモンの酸っぱさっていうのちょっとリキュールとかなんかちょっとそういう甘めのコンクが入ってるような味。ちょっと甘めのレモンサワーが好きな人にはもうド定番のレモンサワーなのかなっていう感じがします。確かにちょっと甘いイメージはもともとありますよね。なんでもう単純にレモン絞ってお酒入れて炭酸入れるっていうよりもちょっと甘いものを入れてるっていう感じかな。なるほど。コカ・コーラ社だからなんですかね。うん、だからレモネードのお酒みたいな。あ、なるほど、わかりやすい。では、2つ目、次は、キリン社が出しているキリン100年極みのレモンサワー。わかるかな、色全然違いますね、ほんと黄色っていう感じ。ということでいただきます。匂いはさっきよりこっちの方がレモンの匂いなんですよ。ちゃんとあ、レモンっぽいなっていう感じがします。なるほど、全然違うね。こっちの方がレモン感は強いけど、なんていうのかな、表現すごい難しいんですけど、フルーティーさはこっちの方がある。あっちはなんか人工的な甘さがちょっとある感じなんだけど、こっちの方がフルーティーさってなんか、あ、レモンサワーだなっ
あの本当にレモン絞ってんだなって感じなんですけど、レモンをの酸っぱさはあんま感じないかもしれない。こっちのフルーティーな甘さはあるんだけど、あっちは人工的な甘さがあってあれあれで美味しいんですけど、こっちはフルーティーさ、本当にレモンのフルーティーさなんだけど、 レモンの酸っぱさを感じない、レモンの甘さを感じるけど、ね、ちょっとこの表現難しいんですけど、 でもこっちの方がレモンを感じる。でもレモンのあの酸っぱさあるじゃないですか、本当に生絞りのこういう、うん、と比べるとあれみたいな、あのレモンの酸っぱさはないんだなみたいな、本当に。ああでも全然違うねやっぱり。はい、